発言でございます高野幸次郎です自由民主党の高知県徳島県参議院議員の高野幸次郎です改めて、えー、子ども庁についてでございますが来年4月の1日から設置されます子ども家庭庁は我が国の子ども誰一人の取り残さず健やかな成長を社会全体で後押ししていくため政府として力強い司令塔を有し子どもにとって最善の利益を第一に考え常に 子ども政策の司令塔機能を一本化し、文科省や厚労省など、各省庁より一段高い立場から、子どもの政策について一元的な総合調整を行い、子どもの権利、利益の擁護や児童福祉等に関する事務を実施するとお伺いしております。現在、我が国ではコロナの影響もありまして、不登校、引きこもり、ヤングケアラー、虐待、いじめ、子どもの事故、 無理心中など、子どもを取り巻く環境はまさに深刻であります。ひとり親の貧困率は約50%、働く女性の自殺は2年連続で増加、子どもの自殺数も過去最多であります。野田国務大臣にお伺いいたします。子どもの権利の保護、擁護は必要不可欠であります。誰もが安心して質の高い保育、教育を受けられるよう、保障すべきであると考えております。本法案の趣旨として 自立した個人として健やかに成長できる社会の実現を目指すとしている大人同様子どもの人権権利は最大限に尊重されるべきだと考えておりますしかし一方で憲法において権利には義務が存在しますまた自由には責任が伴います自由とは自分の判断で選択決定できるということですが自由には責任が存在して初めて国家と国民生活を支え民主主義を持っていると考えております 困難にさらされている子どもたちには、真に必要な支援を迅速に実施し、発達第一に応じて必要な支援を行うことは大変重要であります。しかし、一方で、子どもに対して、公的支援によって過度な擁護や扶助により、自立心の育みを妨げてはならないと考えております。権利と義務務のののバランスををどのようにに捉え成果を上げるつもりなのか野野田田大大臣臣お伺い,いたします野田国務大臣 高野委員にお答えいたします。子ども家庭庁設置法案第3条では、子どもが自立した個人として、等しく健やかに成長することのできる社会の実現、これに向け、子ども家庭庁は、子どもの健やかな成長および、子どものある家庭における子育てに対する支援、子どもの権利利益の擁護に関する事務などを行うこととしています。また、昨年12月に閣議決定をした基本方針では、 全ての子供が相互に人格と個性を尊重し合いながら、健やかに成長し、社会との関わりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに社会の構成員として自分らしく尊厳を持って、社会生活を営むことができるように、その成長を社会が支えつつ、伴走していくことが基本である、としているところであり、ご指摘のとおり、 その支援にあたっては、かえって自立が妨げられることのないよう、個々の子どもの置かれた状況などに応じつつ、子どもの自立が図られるよう取り組んでいくことが必要であると考えています。子ども家庭庁においては、こうした認識の下、子どもの自立した個人としての成長をしっかりと後押しできるような施策を進めてまいります。 高野幸次郎君野田大臣、ありがとうございました。全く同感でございます。えー、続きまして、キャリア教育の充実強化についてお伺いします。情報技術の革新等によって、社会、経済、産業の構造的変化は、子どもたちが育つ社会環境にも大きな変化を及ぼしています。子どもたちは自分の将来に考えるのに役立つ、理想とする大人のモデルが見つからず、えーらずえー、自らの将来に向けての希望、あふれる夢を描くことが容易ではなくなっています。 また環境の変化は子どもたちの心身の発達にも影響を与え、人間関係をうまく築くことができない、自分で意思決定ができない、自己肯定感を持てない、将来に希望を持つことができないなど、各種調査のデータでも上昇傾向,傾向は明らかであり、これらを克服するためには、私はキャリア教育が充実強化が必要であると考えております。キャリア教育のの定義は一人一人の社会的的職業的自立に向け 必要な基盤となる能力や態度を育てることを通してキャリア発達を促す教育としておりますキャリア教育の充実において今後どんな職業でも必要となるプログラミング教育を情報活用能力を言語能力と同様に学習の基盤となる資質能力と 明確に位置づけ、児童・生徒一人一人台のコンピューターの活用により、教師・児童・生徒の力を最大限に引き出すといたしまして、2020年度より小学校でコンピューター等での文字入力など、基本的な操作の習得、2021年度からは中学校でプログラミング教育の内容が充実倍増いたしまして、22年度には高校でプログラミング教育の情報が新設、必修化。 二十四年度には大学入試にプログラミング教育が導入をされまして、入試にこれが導入をされるそうでございます。さらに子供たちの将来の活躍の場を広げるために、二千二十年度より小学校三年生から英語教育が必修化。さらに二千二十年度よりキャリアパスポートの実施。これは子供たちが小学校から高,校高等学校までキャリア、キャリア教育に関わる活動について、自らが 記入し、記録を保管する、これ、ポートフォリオです、個人評価です、小学校低学年でも一学期に頑張ったこと、やってみたかったこと、大きくなったらやりたいものなど記入し、学年が変わるごとにですね記録を残し、小学校から高校まで継続して使うことで、振り返りと将来の見通しが立てやすくなる、これがあのキャリア教育でございます。そこで、政府参考人の淵上大臣官房審議官にお伺いします。 このように、2020年度から始まった教育システムの導入による質の高いキャリア教育は、大いに賛同するところでありますが、成果や課題についてお伺いします。同様に、病気や障害をお持ちの子ども、特別支援学校、学級での同様のキャリア教育についての取り組み実績や課題や今後の方針について、お伺いいたします文部科学省大臣官房審議官、渕上隆君。 お答え申し上げます子どもたち一人一人が将来の生き方や進路に夢や希望を持ち主体的に進路を選択することができるよう必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育の充実は大変重要と考えております今先生ご指摘ございましたまずプログラミング教育についてでございますけれどもお話ございましたように小学校で令和2年度からまた中学校では令和3年度から必修をされた必修化されたところでございまして 令和3年度に民間団体が行った調査によりますと、プログラミングの授業が楽しいと答えた児童・生徒が多かったというふうに承知をしておりますし、また、私どもでさまざまな実践事例を集めておりますけれども、まあ、そういったものが多数集まってきておりますので、こうした教育が着実に推進しているものというふうに認識をしてございます。また、英語の必修化についてでございますけれども、令和2年度から小学校3、4年生で外国語,外国語活動を、 五六年で教科としての外国語を行うこととしたところでございます。今後、学習指導要領の趣旨を徹底して、小学校から外国語に慣れ親しませながら、中学校以上での学習につなげてまいりたいと考えております。また、あの、キャリア教育についての課題ということでございますけれども、これまでキャリア教育について指摘されております課題としては、例えば、 職場体験活動のみをもってキャリア教育を行ったものとしているのではないかですとか、あるいは社会への接続を考慮せず、次の学校段階への進学のみを見据えた指導を行っていないかといったようなこと、また、将来の夢を描くことは大事なんだけれども、働くことの現実や必要な資質能力の育成につなげていく指導が十分でないのではないかと、まあ、こういった指摘があったところでございます。 で、こうしたことも踏まえまして、今の新しい学習指導要領で、キャリア教育の充実を明記をいたしまして、小中高校を通じて体系的に推進されるようにしてございます。また、先生、ご紹介ございましたキャリアパスポートにつきましても、導入をして、各学校段階をつなげながら指導していくということにしているところでございます。 また最後あの、特別支援学校、特別支援学級のキャリア教育についてでございますけれども、障害のあるお子さんたちにつきましても、基本的にはキャリア教育、プログラミング教育、英語教育も含めまして、通常の学校に準じた教育課程が実施をされることとなっておりますけれども、ただ、特別の教育課程を編成する知的障害のあるお子さんにつきましては、これとは別途、例えば必修科の教科であります、職業という教科におきまして、 卒業後の進路に関する実践的、体験的な学習活動を行って、障害のある子どもの自立と社会参加に向けて取り組んでいるという状況でございます。こうしたさまざまな取り組みを通じまして、今後も一層のキャリア教育の充実に努めてまいりたいと考えております、はい、委員長高野幸二郎こ、はいえー、今年のです、ね、2月の20日に、えー、自民党の本部にサッカーの選手の本田圭佑先生がいらっしゃって、お話を聞くことができました。 はっとしたた思ったこととがあります、えー、とにかくプロスポーツ選手はセカンドキャリアがなかなかあ難しいとい,いうような状況の中で、それがなんでなのかというお話でございます、えー。本田選手はお金のことを教育の段階で日本はもっと教えるべき、日本の学校はお金のことを教えなさすぎ、子どもの,の教育に日本は消費するための貯金のことしかお話をしない。 アメリカでは消費と貯金に加えて、投資と寄付がある、なるほどというふうに思いました。自立には確かにお金が必要です。そして人生の三大資金、教育資金や住宅資金、老後資金、生活資金など、人生設計を立てる上で、小学校でも中学校でも高校でも、発達段階に応じて自己資金や、また公的扶助や支援といった金融に関する教育を、キャリア教育の中核に据えるべきだと私は考えています。 池田義孝副大臣にお越しをいただいております。金融に関する教育について、小中高での取り組みの,の状況、今後の方針、そして家庭との連携についてお伺いいたします。池田文部科学副大臣。高野議員にお答えをさせていただきたいと思います。児童生徒が生涯を見通しました事故の生活について、主体的に考えて営むために、 その発達の段階に応じて、金融に関する基本的な仕組みや考え方、そういったものを身につけることは、議員御指摘のとおり大変重要なことであると考えているところでございます。まあ、このため、金融に関する内容は、小学校、中学校、高等学校におきまして、必要な内容が指導されるよう、学習指導要領等に明記しているところであります。まあ、例えば、高等学校におきましては、家庭科という授業で、 家計の管理や、生涯を見通した生活における経済の管理、計画の重要性について指導することとしておりまして、その際、教育資金、住宅取得、老後の備えのほか、事故や病気、失業などのリスクへの対応について触れるよう求めているところでございます。また、公民化という事業では、公的な支援に関連しまして、 人間としての生活を保障する社会保障制度の意義や役割、そしてまた医療、介護、年金などの保険制度をはじめとした社会保障制度の現状や課題、そういったものについて指導することを求めているところでございます。またさらに保護者に対しましても、必要に応じまして、PTA 等を通じて、金融被害を含めた消費者被害防止に係る周知、啓発を ああかかっているところでございます。以上でございます。高野幸次郎君、池田副大臣ありがとうございました。もう池田副大臣には質問ございませんので、どうぞあのご退席いただければと思います。お久しぶりでございます。池田副大臣ご退席いただいて結構です。続きまして有事想定についてお伺いします。子ども家庭庁として平時の想定だけではなくて、大規模災害、ケロ、感染症など有事の際、際ですねいつでも。 どこに子どもがいても、子どもの命、財産、権利を守ることができるのか、自助共助、公助も含めた対応、体制整備も私は求められると思います。谷内茂内閣官房子ども家庭庁設置法案準備室長にお伺いします。地方自治体と連携した DCP の策定の必要性について、お伺いいたします内閣官房子ども家庭庁設置法案等準備室室長、谷内茂君。 有事のの対応にについいてのご質問にお答えいたしますまず、各行政機関におきましては、地震災害などの非常時における対応につきまして、事前の準備を行っている、まあ、具体的には、例えば非常時における事業継続計画、BCP をあらかじめ定める、ているというふうに承知しておりまして、子ども家庭庁におきましても、他の行政機関と同様に事前の備えをしっかりと行う必要があるというふうに考えております。まだ例えば災害時に 脆弱な立場に置かれている女性やお子さんに対する避難所等における配慮につきましては、防災担当大臣の下で、地方公共団とよく連携して取り組まれているというふうに承知しておりますけれども、子ども真ん中社会実現の観点からも、常日頃からの関係機関、また自治体との連携を含めまして、関係省庁がしっかり連携することが重要であるというふうに考えております。いずれにいたしましても、子ども家庭庁におきましては、平時、有事を問わず、 子どもをめぐるさまざまな課題に適切に対応するため、子どもの視点に立って、子どもを取り巻かれる環境を視野に入れて取り組んでいきたいというふうに考えております高野幸次郎君。あの防災士ってありますよね、防災士。私、調べてみたら、防災士で19歳18歳未満の人たちが、 もう全国でで人近く防災士の資格を取っているんです私たちの高知県、9歳の男の子が防災士の資格を取って、学校の授業で発表なんかしているんですが、子どもは助けられる側だけじゃないんですね、助ける側にもなる、それはウクライナ見てもそうです、子どもたちがおじいちゃん、おばあちゃんの介護をするために、ウクライナに残って世話をしている、そういった状況もありますんで、そういった観点も一つ,つ持っていただきたいというふうに思うんです。 えー、要望といたしましたら子ども家庭庁にですね、そういった防災とかあまあ防衛ではないですけど、まあ自衛隊とか消防とかそういった専門的な知識を持った方を入れることを検討してもいいのではないかというふうに思っておりますので、よろしくご検討お願いします。地方自治体との連携協働についてお伺いします。都道府県や市区町村の子ども政策に関わる組織、体制、人員などはどの程度把握ができていますか。子ども家庭庁が担う役割や事務を地方自治体ごとに 異なる組織や体制に対して、どのように意思疎通を図り、成果を上げていくのか、また各自治体が有している子どもに関するデータへの連携は、支援が必要な子どもへの早期発見、早期支援につながると思いますが、対応をお伺いいたします内閣官房子ども家庭庁設置法案と準備室審議官、相川哲也君お答え申し上げます。 子ども政策の具体の実施につきましては、地方自治体や NPO などの民間団体などを中心に担われており、子ども家庭庁におきましては、民間や地方自治体との連携の強化などを進めることとしております。現在、自治体における関係部局の連携体制の事例を把握するための調査を実施しているところでございますが、今後、各自治体における取り組みを情報共有することなどを通じまして、自治体における体制の検討が一層進むよう取り組んでまいります。 さらに、昨年末に閣議決定いたしました基本方針におきましては、地方自治体との人事交流を推進すると明記しているところでございまして、地方自治体から子ども家庭庁への出向を受け入れとともに、子ども家庭庁から地方自治体への職員の出向につきましても、検討を進めてまいりたいと考えております。また、支援が必要な子どもや家族ほど SOS を発すること自体が困難であったり、相談支援の情報を知らないなどの課題がございます。 施設型、来訪型の支援に来ることを待っていては、支援が必要な子どもや家族にアプローチすることは難しいというふうに考えております。子ども家庭庁におきましては、支援が必要な子どもの早期発見、早期支援につなげるため、現在、デジタル庁で実施しております調査研究や実証事業の成果も踏まえながら、個人情報の保護に配慮し、国民の理解を得ながら、データ連携のあり方につきましても、検討を進めてまいりたいと考えております。委員長 最後の質問です、ICT デジタル技術の活用についてお伺いします。子どもたちが置かれている環境、状況を、家庭や学校、関係機関が客観性を持ち、問題や課題を把握し、子どもの環境に対処、対策、改善、解決に導くべきだと考えております。 2019年から大阪市の教育委員会は、ICT を先進的に活用し、私、これ、非常にいいなと思ったんですが、心の天気というアプリを小学校、中学校で導入をしています。これは児童自身がタブレットで、今の気持ちを晴れ、曇り、雨、雷の4つの天気の中から選んで入力をします。そのデータは教員が全体でリアルタイムで確認できます。だから教員の握りつぶしがありません。心の天気は、子どもが家庭や学校で抱えている課題など、 口に出しづらいことも、子どもの心境や状態を把握することができる、そして教員が子どもに対して声がけを行ったり家庭を、家庭と教育する共有することによりまして、例えば子どもを取り巻く負の環境に対しても、子どもからの心の叫びや SOS 等のです、ね、前兆も見逃さず、いち早く対応することができると考えております。 谷地さんにお伺いしますこれらの先進的で有効性の高い取り組みを全国で横展開普及するためには、各自治体の導入に向けて積極的な情報提供や支援が必要でありまして、子ども家庭庁の担う役割は大きいと考えますが、その方針をお伺いします。正直、私の地元もですね。こういった先進的なモデルいっぱい発信しましたけど、学校現場さえ知っていないというのがもったいない。あの、もっと本気になってあのやってほしいんです。はい、内閣官房、谷内室長。 お答えいたします昨年12月に閣議決定いたしました基本方針では、子ども政策の具体的な実施,を実施を中心的になっているのは地方自治体であり、地方自治体の取り組み状況を把握し、取り組みを促進するための必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方自治体の先進的な取り組みを横展開し、必要に応じて制度化していくこと、またデジタル庁などと連携し、先進的な地方自治体の取り組みを参考に、住民に身近な地方自治体において、 個々の子どもや家庭の状況や支援内容等に関する教育、保健、福祉などの情報を分野横断的に連携、集約するデジタル基盤を整備し、情報を分析し、支援の必要な子どもや家庭の SOS を待つことなく、能動的なプッシュ型支援を届ける取り組みを推進することとしているところでございます。 子ども家庭庁におきま,おきましては、ICT ・デジタル技術を活用した地方自治体の先進的な取り組み、今、議員ご指摘になった事例も含めまして、これを把握して、地方自治体に横展開するなどの取り組みを積極的にやっていきたいというふうに考えております。<上>高野次郎君質問の機会ありがとうございました 塩村彩香君。